ナッサン、はい、ナッサン、メイリングで、ワイバーの卵盗んだって聞いたんですけど、どうやって盗んできました？普通にパンって飛んできて、はい、盗みます、じゃあ見ろって見て、逃げたら終わりなんですよ。すごい簡単そうに言うな、なんか。いや、めっちゃ簡単っすよ、ほんと。なんか、はい。ほっ？こう、乗って、降りて、卵盗んで、乗って、ジャンプして。ないのよ。みたいな感じ。僕も暇なんでメイングで一緒に行きますよ。え、いいですか？逆に。はい、なんか遠くで。はい。見てもいいから。一旦じゃあ一回ちょっと先生の技見せてもらってもいいですか？ああ、じゃあ見せますね、じゃあ。うわー、さすが。斜め行ってちゃんと下向いて加速して。いや、先生のこと見失った。先生のこと見失っちゃったじゃないや。どこ行った？先生どっちに飛んでった今。先生！先生いなくなっちゃった。先生、闘技場みたいなとこで待っときます。あ！おい。先生！先生怖かったよ、お前もいっぱいいた。一応、試してさ。はい。ボンボンにメイウィング入れといて、ペペロンチーノちゃん。うん。僕今グラップリングフックあるんですよ。はい。それで篠宮さんのアイテムとかここに入れといて、一旦ついてくる感じで試してみようかなって思ってるんだけど、どう思います？いいんですか、逆に。はい、はい、そこまでしてもらっちゃって。グラップリングフックをもうここに体にくっつけて、左クリックで近づけることができる。どの辺がいいですか、刺すの？まあまあ、どっちでも。俺じゃないって。あ、ちょっと待って。あ？ちょっと人間に刺す考えするやつ。ちょっと待ってください。ひろみさん。違う。ああ、いて。ああ。違う。ああ。違う。落ちる。なんか、うわグレッポリングフック、僕背中見えます？はい。さっき刺し刺されたあの傷口残ってるから。いや、かっこいいっすよ、先生の背中の傷。背中の傷は禁止の味ですよ。多分。じゃあ前に刺しましょうか、今度は。じゃあ、いやいや、あなたサイコパス。マダさん、久しぶりだな、相棒。先生、念のため一回降りてもらっていいですか？ちょっと怖いんで。ああ、はい、すいません。一旦ワンチャン先生の背中に刺しちゃう可能性あるんで。ああ、下側に刺しちゃったか。あ、いいっすね。え、ちょっと待って、これ岩に刺さってる。ちょっと待って、俺と一緒にバロランた時エース取った篠宮さんですよね。違う人？多分違う人ですよ、それ多分。なんか違う人か。はい、どうぞ。ちょ、岩に刺さんない角度で。怖っ。いました。この人おかしいよ。ふざけてます。違う。全然びっくりすることになくなっちゃいました、グループインガック。ああ、そうっすよね。そろそろなくなるんじゃないかなって思っていたんだけど。え、この谷のどの辺ですか？結構なんか、このすぐ下ですね。その、あ、すぐ下なんだ。この下で、まあ、僕、うん、あっちから、うん、そのこう回って全部取っていくんですけど。全部？何個かあるんですね。そのポイントがあります。絶対いる。あー、なるほど。あ、じゃあ、頑張って先生を見失わないように見とこうかな。ちょ、きついんすかね。メイウィングで？うん。できるかな？先生のこと見失う？もしかして。い
やー、100% 見入しない。100% もしかして先生今信頼ゼロですか？いやー、今のグレップリング服2回で信頼ゼロですね。背中まではギリギリ。いや、それオッケー。いや、それまでオッケー。まあでも、まあ、今のグレップ服ね、多分ゼロ。やべえ、信頼なくしちゃった。やべえ、どうしよう。